おい、この企業の担当お前だろ。部長が俺の前に資料を出してくる。それは今日の午後に打ち合わせで来てくれるはずの得意先だった。都合が悪くなったから明日の午後にしてくれってさっき連絡が入ったぞ。お前のスケジュール空いてたから了承しておいた。え、そうなんですか？いつも私のところに直接連絡が来るので、会社宛てに連絡が来るのは珍しいんですよね。後で連絡してみます。俺は疑問に思いそう言うと、部長は、お前が外出中に電話があってな、緊急の用事が入ってしばらく連絡がつかないって言ってたぞ。と言う。確かに忙しい人なので、そういう日もあるかもしれない。そうですか、わかりました。明日ですね。俺が言うと、部長は別の案件を振ってきて、その時間空くだろ？こっちの取引先に訪問をお願いしたいんだが。と言うので、俺はうなずいた。俺の名前は秀樹。30歳の会社員だ。新卒で今の会社に入社して、成果もそれなりに出してきている。後輩も入ってきているし、責任のある仕事を任されるようになって、ますます仕事を頑張っているところだ。私生活では少し前に3年付き合ってきた彼女のルリにプロポーズし、半年後に結婚式を控えている。順風満帆な生活だ。ただ会社ではどうしてもやりづらいことがある。それは部長の存在だ。部長は今年で55歳。もう30年以上うちの会社に勤めている大ベテランだ。新入社員の頃にかなり成果を上げて、それ以来出世コースだったらしい。今うちにいる役職者は大抵昔に成果を上げてきた人のようだ。部長は仕事はできるのかもしれないけど、ちょっとくせ者で、言ってしまえば気分屋である。昨日了承した書類を今日になったらやり直しを命じてくるなんていつものことだ。俺はその行動が無駄だと思い始め、部長に書類を出すときには、本当に大丈夫ですか？と念を押すようになった。部長は大抵面倒くさそうな素振りをする。後日修正を命じられたときには、本当に大丈夫か確認しましたが、どこの修正が必要ですか？何か変更がありましたか？と言ったのだが、それが部長の逆鱗に触れた。それ以来、俺は部長から敵視されている。だったら辞めてやる、と思ったこともあるが、今の仕事は好きだし、給料も悪くない。結婚も決まっているし、もうしばらく頑張ってみようとは思っている。本当に我慢できなくなったら、その時はその時。一応転職先でも探してみようかな、という程度だ。ある日、俺が訪問先から帰ってくると部長に声をかけられた。この後商談の予定があったのだが、先方の都合が悪くなり、明日に変更してほしいと電話があったという。部長がこんな伝言をしてくるのは珍しい。いつもなら面倒なことだと部下に任せっぱなしなのに、なんとなく気になって、部長、わざわざありがとうございます。と声をかけると、ああ、なんせ大企業の得意先だからな。失礼のないようにしないと。と言った。確かに部長の言う通りだ。この得意先は他の部署でも取引があるので、うちの部署はそこまで大きくなくても、全部を合わせるとかなりの量になる。ここがなくなるとしたら大損害だ。いつもは俺に当たり散らす部長でも、相手の規模で判断したというわけか。俺はそう思い、部長に頼まれた客先に向かった。その日の夕方、訪問先からの帰り道、珍しく母から着信がある。母さん、どうしたの？
電話に出ると、なんと父が交通事故に巻き込まれて救急車で運ばれたという。俺は青くなりながらも急いでその病院に向かった。病院に向かっている最中、婚約者のルリに連絡をする。ルリはうちの両親とも仲が良いので、何かあればすぐ連絡をしてと言われ電話を切る。俺が病院に着くと母がいた。どうやら父は軽症ではあるが数日の入院が必要らしい。俺は母を連れて入院に必要な荷物を取りに実家に向かう。俺は一人暮らしをしているが、実家は徒歩10分ほどの距離だ。車を取りに自分の家に戻り、実家で荷物を積んでまた病院に向かう。母は動揺していたが、ようやく落ち着いた。40代くらいの男性が運転する車が歩道に突っ込んできて巻き込まれたそうだ。幸いガードレールがあったので、近くにいた人たちも軽傷で済んでいるという。すまないな、秀樹。と父が俺に頭を下げるが、いや、父さんが無事でよかったよ。退院の日が決まったらまた連絡して。と言い、母を車に乗せて帰った。すっかり夜遅くなっていたので、ルリに報告をして、俺はすぐに布団に入る。翌日、いつもよりだるかったが、顔を洗って仕事に向かった。昨日キャンセルになった商談がある。昨日の仕事を終えてから先方に連絡を入れようと思っていたのだが、父の交通事故の件で頭が回っていなかった。今日会ったらそのことも謝ろうと思っている。俺は先に会議室に入り、相手が来るのを待っていた。しかし時間になって会議室に入ってきたのは部長だった。あれ、どうしたんですか？そう言うと部長はニヤニヤと笑う。何してるんだ？俺は直感的にこれは何かがおかしいと感じた。でもその理由がわからない。部長は考え込む俺を笑い飛ばす。誰も来ないぞ。え？どういうことなのかと思っていると部長は笑いながら説明する。取引先を変えることになったんだ。突然の言葉に俺は声が出ない。ほら、こっちの企業だ。そう言って部長はとある会社のパンフレットを出してきた。俺は聞いたことのない会社だったが、社長が若く、この先成長していく企業だと部長は言う。この間俺が商談に行ったんだよ。そしたら高値で取引してくれるって言うんだ。でもうちの生産数を考えると、お前の担当の大企業の分が用意できなくなる。そこでより利益が出る方を選ぶことにしたんだ。部長は得意げに言ってくる。だからお前の担当していた大企業には今後は取引できないと昨日断ったんだ。は？俺は思わず声を上げた。どちらと取引するのか精査するという話ならわかる。でも部長は勝手に俺の担当である得意先を切ったということだ。どうしてそんな勝手なことを。俺が部長に言うと部長は笑った。勝手なこと？お前と俺じゃ権限が違うだろう。確かにそうだが、いくらなんでもこれはひどいじゃないか。俺はそう言葉にしたいのをなんとか飲み込み、じゃあ今日の商談は？と聞くと部長はにやりとする。そんなものはない。俺は部長にはめられた。昨日俺を客先に出したのも厄介払いするためだったのだろう。それで先方はなんて？と俺は聞いた。すると部長は俺を見下しながら、お前はいるかと聞かれたが、いませんと答えた。向こうも忙しいみたいで、それ以降連絡はなかったよ。
諦めたんだろうな。それにしてもこんな大口契約が決まるなんて、私のボーナスは増えるだろうな。しかしお前はどうだろう。と言う。俺は悔しくて唇を噛んだ。部長は続ける。こんなことになって非常に残念だ。まあ利益を増やせなかったお前が悪い。これは会社にとってどうなんだろうな。俺の報告次第ではお前はどうなるかな。そうだな、クビかボーナスカットか好きな方を選べ。どんな選択肢だ。残念な結果になったのはお前のせいだろう。しかし俺は部長の言葉を聞いてなんだか吹っ切れてしまった。こんなずる賢い上司の下で働くなんて馬鹿らしい。そう思うと自然と笑えてきた。そして俺は、じゃあ即クビで、と言う。はあ？部長は間の抜けた顔で俺を見たが、俺はその場でスマホを取り出して電話をかけた。俺が電話の相手に名乗ると、秀樹くん、そんな他人行儀にしなくていいよ。お父さん大丈夫だった？という声が聞こえる。はい、幸い軽傷でした。ご心配おかけして申し訳ありません。それで昨日の取引に関することなのですが。俺がそう言うと相手は、ああ、あれが君の部長か。ずいぶん失礼な人間だな。でもそちらの社長には俺から言っておくから、と言う。近くで聞いていた部長は最初は首をかしげてこちらを見ていたが、だんだん表情が険しくなってきた。おい、その電話の相手は誰だ。すると相手から通話をスピーカーにするように言われる。昨日はどうも。これを機にこちらも見直しを行うことにしまして、お宅との取引は他の分野も含めて一切中止させてもらいますよ。これはあなたのせいだと御社の社長には私から伝えます。御社の社長は私の大学の同級生なので、普段からお付き合いさせていただいているんです。あなたのしたことすべて報告させていただきますね。そう言われて部長は青ざめた。他の分野ってどういうことですか？しどろもどろになりながら部長が言うので、俺は、この件は俺が担当でしたけど、他の部署でも取引先になっていますよ。うちの部署だけで見たら利益は少ないかもしれませんけど、会社全体で見たらどうなっていると思いますか？まさか部長それを知らなかったわけではないですよね、と言った。部長は口をパクパクしている。すると電話の相手は、話が済んだので切りますね。秀樹くん、お父さんの退院が分かったらまた教えてくれ、と言って電話を切った。部長は青い顔をして、そうだったのか、どうして言ってくれなかった、今すぐ謝罪に行くぞ、と言う。俺は鼻で笑って、即クビでって言ったじゃないですか。俺はもう関係ないので行きませんよ。もしどうしてもと言うなら部長が一人で行ってください。最後にアポくらい取ってあげますから、と言い会議室を出た。俺は自分の荷物を整理し、青い顔でデスクにいる部長のところへ行く。明日のこの時間なら会っていただけるそうですよ。アポは取りました。無駄だと思いますが、謝罪はきちんとしてくださいね。そう言って、アポを取った時間と場所のメモを部長のデスクに置いた。ちょっと待て！お前も来い！と大きな声を出すが、俺は首を横に振る。さっき人事部に行って退職届を出しました。部長に言われたことを話したので、有給消化をして退職します。今までありがとうございました。お先に失礼します。俺は部長に一礼して会社を出た。
父の病院の面会時間は終わっていたので、俺は実家に寄って母の様子を見に行く。すると、瑠璃の姿があった。秀樹に連絡がつかなかったから勝手に来ちゃった。瑠璃は俺の母が一人になると気がめいるだろうと思い、仕事を終えてすぐに実家に寄ってくれたらしい。ありがとう、瑠璃。俺はそうお礼を言って、瑠璃と母に今日の出来事を伝えた。母は驚いていたが、瑠璃は、へえ、まあいいんじゃないの？前から言ってたものね。転職先考えてるんでしょ？あ、でもお父さんがうちの会社はどうかって言ってたわよ。と言う。少しだけ考えたいんだ。と俺が言うと、瑠璃は分かってくれた。翌日、元取引先の相手から電話が来た。秀樹くん、例の部長が挨拶に来たよ。自分が担当になるから取引を継続してほしいってさ。謝罪すらなかったから、さすがに私が不機嫌になると、部長は顔面蒼白になって謝罪したよ。でも謝罪に誠意が感じられなかったし、やはり一切の取引は中止する方向だ。そう言われ、俺はざまあ見ろと思った。俺がわざわざ謝罪をするように助言したのにしなかったし、取引を停止したいと言い出したのは部長だ。完全に自業自得だ。それと瑠璃から聞いたが、君にもひどいこと言ったんだってな。まさか部長は私が君の未来のギフだなんて思っていなかったんだろう。ますます顔色悪くしてたよ。まあそれも含めて社長には報告済みだから、と言う。そう、実は取引先の相手は瑠璃の父親だ。大企業の役員をしていて、うちの社長とは大学の同級生らしい。部長の失態はすべて社長に伝わったというわけだ。義父は、連絡しようと思ったけど、お父さんが事故に遭ったって瑠璃から連絡があったから、連絡していいものかわからなくて申し訳ないね、と言うので、いえ、僕の方こそ申し訳ありません、と返す。ちなみに瑠璃はその会社で受付嬢をしていて、俺は会社に行くたびに気になる存在だった。ある日、会社の外の喫茶店で瑠璃の姿を見つけ、勇気を出して声をかけたら、だんだん仲良くなったのだ。まさか父親が役員だとは思わず、付き合ってからそれを聞いたときは腰が抜けそうだった。その翌日、父が無事に退院した。父が入院している間に、警察の捜査が進み、車を運転していた男性は飲酒運転だったことが判明したそうだ。しかもその男性の名前を聞いて、俺はどこかで見た名前だと思った。最近聞いた名前だなぁと記憶を掘り起こすと、あ、その人ってあの社長だよな、と思わず声を上げてしまう。そうだ、部長が新しい取引先だと言った会社のパンフレットに若そうな社長の写真と名前が載っていた。名前も同じだし、年齢も合うし、もしかして同一人物か？いや、でも社長にまでなるような人が飲酒運転なんてするのか？そんなのがバレたら身の破滅じゃないか。まあ同姓同名かもしれない、と思っていた。それから数日後、俺が家を出ていると、スマホの着信音が鳴る。出てみると部長だった。お前、なんとかしろ！第一声はそれだ。興味本位で状況を聞いてみると、やはりあの事故の加害者は、俺の勘違いではなく、部長が取引先にした会社の社長だった。事故を起こして社長を辞任することになり、社長と直接やり取りをしていた取引が白紙になったという。俺はてっきりもう契約を締結したものだと思っていたが、口約束だけでギフトの会社の取引を切ったそうだ。
こんなことになるなんて思わんだろう。社長は大激怒しているし、あの役員はお前の婚約者の父親なんだろう。うまいこと言って契約を元に戻してくれよ。ボーナスは弾むぞ。俺はため息をつく。別にいらないです。俺有給消化したら退職することが決まってますし、今更なんでそんなことしないといけないんですか。部長は食い下がる。誰がお前の面倒を見てやったと思っているのか。お前は恩を仇で返すのか。その言葉に俺は笑って、恩なんてありませんよ。俺は部下として振る舞っていただけです。もう部下でもなくなるので、俺にできることはありません、と言って電話を切る。その後も何度か同じ内容の電話がかかってきたが、俺は毎回同じことを言い続け、退職と同時にスマホの番号を変えた。その後、俺は岐阜の会社を勧められ、面接を受けたら合格。ここでは人間関係も良く、仕事もきちんと評価してくれる。岐阜は会社ではほとんど会うことはないが、プライベートではルリと一緒に飲みに行ったり、実家を訪れたりと、いい関係が築けていると思う。岐阜から聞いた話では、前にいた会社の部長を含めた役職者は、売上のいい時期に新入社員として入ってきたので、成績がいいのは当たり前だったらしい。社長もうすうすは気づいていたが、役職者をうまく扱えずここまで来てしまった。ゆえに会社の経営は年々傾いてきているという。岐阜は社長と同級生の中ではあるが、仕事に市場は持ち込まないと、部長のせいで中止した取引を元に戻すことはなかった。社長もそれを望んだらしい。そして社長はついにリストラを決行。部長は真っ先にその対象になり、今は再就職先も見つからず、会社に文句を言いに来て警察に連行されたそうだ。部署は若手を中心に再編されているらしいので、同期たちが頑張ってくれればいいと思う。もうすぐ俺たちの結婚式。父の怪我も回復したし、今から楽しみだ。新しい職場で新しい生活が始まり、大変だけど面白い。これからは一家の大黒柱になれるよう、気持ちも新たに頑張っていこうと思う。